ペンネームああさんです。おキングオブコントラブレターズ優勝しましたね。あー本当だね。しかも優勝ネタがタイタンライブで披露したネタ。そうですそうです。タイタンライブでそのネタを見て大爆笑したのですが、まさか優勝してしまうとは。あ、来てくれたんだ三代社長様々の優勝でしたね。ラブレターズとの思い出があれば教えてくださいとご頂いております。ラブレターズも結構もうベテランの方だからね、はい、彼らはだから、うん、もうとっくになんて言うんですか、ああいうキングオブコント新人の大会に出るようなもうレベルじゃないんです。彼らもあなるほどコントに定評がありますからね。それでタイタンライブで直前に出てたの。タイタンライブで2月に1回のタイタンライブ。そうですそうです、はい、で何年か前に出たんですよ、はい、1回ラブレターズがね、はい、でその時のことは俺よく覚えてるんだけど、ラブレターズ曰くそのネタがちょっと危険なネタだったらしいの、はい、したらうちの社長が打ち上げで、うん、あんたたちテレビ出る気あんのっつって、あんなネタやってて、っていやそんなこと言わない人なんですよ、はい、ネタに関して、はい、よっぽど酔っ払ってたんだかなんだか知らないけど、はいはい、絡まれたんだろうね、はい、それでそこからこういろいろ時が経ってもう一回出た時に、はい、うちにもう今はいないんだけど、あの日本エレキテル連合って、うわ、はいはい、ダメよ、ダメダメ、うん、あれがもっと危ないネタやってて、はい、社長が爆笑してたっつねどういうことなんですかっつってラブレターズが言ってて、はい、で今回満を持してそのあのネタで大胆ライブ出たんですよ、はいはい、そしたらその社長がその間あそれは申し訳なかったっつって、うん、大阪の ラブレターズの単独ライブにわざわざ見に行ったりなんかして、社長が社長が、で今回そのうちの何ヶ月4ヶ月前2回前くらいのタイタンライブでやったネタを最後決勝でかけたらはぁ、ね、でしかもそれはテレビに耐えうるネタ耐えうるネタでその数年前にテレビ大丈夫か言って、言ってたあの一言が金言になりなんだろうね、言ってくれてますよラブレターズ本人はね。ああそうですか、言ってくれてます。で俺はでもあの後あったけどラブレターズにも、はいはい、わけわかんなかったの2本目っつって俺別のネタの方が良かったんじゃねえのっつって言ったんだけど、いやいやいやまあ素晴らしかった。あそういうラブレターズと書いたりそういう結びつきがあったとは。そう彼ら日芸 でしてね、日大芸術学部、日大芸術学部で彼らはもう正規で入って、私は裏口なんです、うん、いや裁判で買ったんでしょ確か確か買ったんでしょ確か買ったなのでだからまあ昔からウエストランドと同期。ああそうですか、うん、M1 チャンピオン、あじゃあそういうまさにじゃあその数年前の三代社長の一言、いやそれを言ってくれるのはありがたいことですよ ね、うん、お笑いは 見るんですか。はい、あの友達にお笑いが好きな子がいるのその子がいる、ね、あなたは好きじゃないの私は友達詳しくはないんですけど影響を受けて見るようにすごいなったので。ああでも今ほらアイドルでもバラエティやなんかみんな、うん、そうですね勉強になりますね。ねえ、はい、トークとかさ勉強してるみんなをしますもん、ね、いやもう何万能ですよ、ね、今のアイドルは ねその辺の SKE だとこうトークがうまいっていう人は どういう担当とかねから見てどう？そうですね結構あの私より年下のメンバーでも、うんあの大胆なメンバーとかもいたりするので大胆なメンバー大胆ね、すごいぶっ飛んでる子とかもいるいるの、はい、あいいね、はい、そうするとそれがボンと面白くなったり、はい、卒業しちゃったんですけど、うん、あの R1 グランプリに出場してた、うん、あのメンバー一人で出たんだ、はい、いたのいました名前言えますか何て福士直さんっていう福士直さん、はい、あらどうでした先生何回戦結構進んでたんですけど、あのいいところで敗退だったりとかもしてて、ちょっと出てみたらあるわ。佐藤ちゃんね、佐藤ちゃんもどう？なんか、はい、それこそこんな今太田さんと知り合ったんだけどなんか、はい、なんか一発ぐらいなんかギャグあげるなんかなんかしてね。助けてくれ！あ、それそれそれで出ていて。助けてくれ！あ、絶対優勝間違いなしで。いい加減だ。4分間助けてくれと言い続ける。言い続ける。これは斬新ですよ。斬新で。そうですね。いやラブレターおめでとうございます。ありがとうございます。